皆さんこんばんは、香織のうちなーなでしこ講座パーソナリティの伊波香織です。はい、皆さんこんばんは、パーソナリティのキリンです。よろしくお願いします。今週もよろしくお願いいたします。はいよ。はい、今日11月25日水曜日、お天気ですね、うん、雨が降ったり晴れたりと。はい、雨降ったの？そう、雨降ってました。まあ今暇、昼間なんですけども暇じゃ昼間なんですが、はい、そうなの？そうなんですよ。今日いい天気だなとずっと思ってて、はい、今日あの読谷の方まで行ってきたんですけれども、はい、雨降ってまして、はい、はい、ちょっとね道路が滑ってたんですよ、うん、だから降り始めだったのかなっていう感じなんですけれども、うん、うん、お天気変わりやすくてですね、この一雨ごとにちょっと気温が下がってまして、うん、雨が一雨ごとに寒くなってくるんですね。そうそうそう、雨が降っていたので、うん、ちょっとね外に出た瞬間にひんやりとしてましたね。これから徐々に、はい、ね、下がってくるのかなというふうに思いますけれども、うんうん、ちょうどね季節の変わり目ということで、お鍋が美味しくなってきたり、あ、いいですね、バーベキューが食べたくなったり、うん、炭火が恋しくなる頃かな。そうですね、いいね、いいね、いいところから来ましたね。なんか火鉢が欲しいねとかいいですね、うん、焼き鳥、うん、うちで焼きたいよねとか、うん、いいですね、焼き鳥、うん、そう、あの、うん、ちょうどですね11月23日月曜日に第20回スーパーティーンズを行ったんですけれども、うん、はいよ、あの結構みんな頭痛だったり体調不良だったりっていう出演者も多かったんですよ。季節の変わり目だからこうちょっとね喉やられたりとか、はい、実は僕もねなんか声が出ないんですよ。喋りにくいっていうか、ちょっと引っかかるような感じ、咳はないし、うん、別に頭痛もしないし、はい、あの夜眠れないわけでもないし、うん、悪夢も見ないし幻覚も見ないし、はい、でも喉が変、うん、なんかねさっきからねコホンコホンしたらとかいう感じがあるんだけど、うん、どうもね自分の声がね変な声。そうなんですよね。で、各有私もですね23日月曜日ですね、うん、朝あの FM 小座の方に行きまして、ゆうゆうウォークの PR をさせていただいたんですよ。はいよ。で、行く時からなんかね、なんかね、なんか頭痛があって、なんかね、なんかね鼻の奥がね、うん、なんか痛い感じっていうんですかがありまして、なんか痛いなって思いながら行ってたんですね、うん、で、あの出演無事終了しまして、はいよ、でFM ルマの方に戻ってまいりまして、うん、いろいろちょっとやり始めたらですね、なんかおかんが走りまして、お母さんが、お母さんじゃないですよ、あ、おかんが寒気がね走りまし て、なんか寒いと思って、パタ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 で、はい、3時にね、モツの方に入ってスーパーティーンズの打ち合わせとかしないといけなかったので、はい、ちょっとね時間早めに切り上げさせてもらって、うん、お風呂で温まったりちょっと横になったりとかして、はい、うん、準備したんですけども、うん、やっぱりねなんかねずっと頭が、お母さんが走って頭痛とね、うん、寒気がありまして、喋ろうと思うとですね、ほいよ、うってするんですよ声が出ないわけじゃないんですけど、自分の尺がみたいなあれちょっと違うね、はい、そう、なんかなぜかうってくるものがありまして、うん、これはねちょっとあのラジオもね公開収録させてもらってますので、うん、ちょっとね、うん、まずいかなと思って急遽ですね、はい、イシャドウさくらさんの方に連絡をしまして、はいよ、うん、あのスーパーディーズ見に来るっていう連絡は受けてたので、さくらちゃん申し訳ないんだけど来るんだったらちょっとアシスタントしてっていうことで、おちょっとさくらにもなってみたいなそう急遽あの MC のアシスタントをしていただきまして、うん、はいよ、スーパーティーンズに出演している皆さんのプロフィール紹介ですとか、うん、インタビューとかをさくらちゃんにしていただきました。弟子ができた。そうなんです、弟子1号そうですね、ちょっと弟子ここ呼んどいて、そうそうそう、かっこいい、紹介お願いしますみたいな感じでアシスタント、そうそう、なのであの最初にね今度からあれ先乗りさせてプロフィールも調べていてねとか告知したいところもちょっと聞いといてみたいな、もうできそうですね、お一人立ちできそうな感じですね。じゃあ今度結婚式場の司会にも高校生がやる結婚式とか、高校生の結婚式ちょっと早いかなと思いますけれども、じゃあ、でもイベント司会はいけそうですね、いけそう、うん、未成年だけ集めて結婚式とかねダメでしょダメか、いや模擬結婚式とかね模擬だったらいけるかなって、うん、
っていう感じでね、うん、あのアシスタントを務めていただきまして、で私が MC のアシスタント紹介しますっていうことで、はい、イシャドウさくらちゃんですって言ったら、みんながあのどよめきと拍手がすごくてですねMC みたいな、MC? ロッカーで MC? そうそう、みんな乗ってるかいとかいう MC? みたいな、今日歌い手じゃないのみたいな反応をお客様もねよくご存知なのでしてくださっておりまして、うん、今日は MC に徹しますってさくらちゃんもね言っていて、はい、本当にあのアシスタントとして頑張ってくれたんですけれども、うん、はいよ。で、あの、まあ、滞りなくですね、はい、全てのアーティスト今回7組出演をしまして、はい、かなりあの時間的にもですね長時間にわたったんですけれども、はい、うん、そのアシスタントをねずっとさくらちゃんがしていたということで、うん、あのモツのオーナーのキャンさんの方からですね、キャンさん厳しいよね、うん、簡単にあの司会変わるとか言ったら怒るよね。そうなんですよ。誰とか言うよね、うん、あの司会伊波香織と出している以上、うんうん、あのどんな時でも来なさいと、ね、体調悪くても来なさいと、じゃあギャラも出せよみたいな言い方になってくるんですけどねとりあえずね、うん、あの私の名前でね、うん、やってるものなので、はいはい、私もね、うん、いないとやっぱりねいけないということで、はいはい、私も行きまして、でさくらちゃんずっとアシスタントしていただいてたので、キャンさんの方からですね、うん、なんかいい MC アシスタントだったし、うん、お客様からね、さくらちゃん来てるんだったら1曲聴きたいっていう曲が、お、あの小島美佐子バージョン、そう声が上がりまして、はいはい、なので特別に、うん、お客様にですね、じゃあさくらちゃん頑張ってくれたんで1曲歌ってもいいですかねって聞いたら OK っていう、うん、ぜひっていう声が上がりまして、うん、はい、それで歌っていただきました。お、うん、だってね、小島美佐子さんも会場にいらっしゃっただけなので、うん、とりあえず挨拶だけでもいただけませんかって舞台に上がっていただくだけでもありがたかったのに、うん、一曲歌わしちゃったですよね、うんうん、しかもティーンズなのにね、気持ちはティーンズってことで歌いましたよね、うん、そうなんですすげーと思いましたけど、そう、うん、なんかまあご褒美ではないんですけども、頑張ってくれたさくらちゃんに、うん、そしてお客様からのご要望があってですね、一曲歌わせていただきました、うん、本当にねさくらちゃんのサポートで何度か私も最後まで乗り切ることができまして、うん、無事、はい、第20回スーパーティーンズ終了いたしました。司会も大変だよね。僕ね今日ね、かおりっていうパーソナリティが あちこちにお出かけのお知らせに行くもんなので、はい、持ってる番組を突然休むわけさ、うん、いや突然じゃないですよ、前もってお願いしますと言ってますよ。あ、そうなんですか、はいはい、なんですけども突然だわけさ改めて聞くのがね、はい、あれ自分っていうね、で自分っていうんで全部やると大変、あの番組の切り替えでしょ、はい、録画でしょ、うん、でコマーシャル流して、タイトルコールして曲流して、ってパニックってる間に終わるよねお疲れ様でしたね、え、あの頭の中が4つぐらいパテーション分かれてちゃんと引き出しがあって、整理戦闘しておかないと大変なことになるね、うん、よく分かった、ね、うんうん、大変だ、僕には務まらないね大丈夫です、できます、この席ぐらいが幸せ、うん、大丈夫、やればできますやればできる子ですとか言うねでもうん、そうなんですよね、うん、さくらちゃんのその MC っていうのも、うん、お客さんもそうだし、キャンさんもそうなんですけれども、うん、歌い手じゃないですか、アーティストじゃないですか、うん、だから、はい、MC ってどうなのっていうような、はい、やっぱり先入観というかあったようなんですけれども、うん、やっぱり、ね、番組持ってると違うよね、うん、そうなんですよ、ちゃんと、うん、徹するんですよね、うん、今日は司会っていう立場に徹するので、うん、自分のインフォメーションとか特にそういったこともせずですね、出演者の皆さんを気持ちよくステージに上げたいっていう気持ちで一緒にさせていただきました。大人だね、うん、なので特にさくらちゃんとかは一緒にステージに上がっている分、うん、私よりもその子の個性とかを知ってるわけなんですよ、はい、例えばキーナだったら歌声もかっこいいんだけど、実はコロコロ変わる表情も、うん、表現豊かでいいので、歌だけじゃなくてそういった表情もご覧くださいみたいな感じで、ね、ご紹介したりとか、アイススケートみたいだね、フィギュアみたいそうだね、表現力みたいな、表現力みたいなね、うん、挨拶とかはさせしたりとかね、うん、していたので、はい、いいなとうん、こういった10代の子たちでやる、うん、そのスーパーティーンズっていうのもいいなと思いながらね、うん、まあ私監視役でただ立ってるぐらいの感じでしたけれども、だんだんこう
なんて手抜き感が出てきてますよ。そうそうそう、あのでもね、ちょっと収録だけでいいみたいなとか、うんうん、最初と最後の挨拶だけでいいとか、うんうん、なんか立ち位置をちょっとこっち側にスライドしてない？でもね、それでも本当にいけるんじゃないかなっていう感じです、うん、あと1回か2回ぐらいやったらさくらちゃん一人立ちできるんじゃないかな。オールティーンズ、オールティーンズですげー、司会までティーンズで、うん、そうそうそう、できそうですね。できそう、ね、最初と最後の挨拶だけ入るとか、うんうん、でも本人が歌えないって言って怒るかもしれないですよ。まあ、これはティーンズであれば、うん、もしかしたら自分の出番も歌って自分で紹介して、うん、自分で歌って歌ってお、すげー、他の人も紹介するっていうのもありですしね、うん、でもね、あの一番最初にFM ルまで番組持たせた頃から、うん、あのどっちかというと対談させるんではなくて曲紹介をしていく、うん、はい、なので本当に司会をさせたかったんですよね。そうなんです、うん、で司会って言っても何て言うんだろう、こうふざけた司会ではなく、うん、相手を下げるとかではなく、うん、ちゃんと褒めながら曲紹介ができる、うん、しかもかっこいいっていうのを目指してたので、うん、そうなんです。よく考えると MC っていうか司会向きだね。そうなんです。だからあの曲紹介と同じようにプロフィール紹介をしまして、うん、で最後に大きな拍手でお迎えください誰々ですみたいな形で紹介してね、うん、って言ったら本当にその通りやってくれましたし、でもよく考えると、うん、かっこいいかも。かっこいいんだよ、かっこいいんだよ、かっこいいかも、うん、ちょっとタメ口になりますけどかっこいいんだよ、うん、かっこいいかも、うん、かっこいいよね、うん、声も通るし、声通るし押せるし、そう、あのメリハリがあるので、ね、プロフィール紹介の時の声と、うん、どうぞっていう時のいいよね、声の、あの下手したら紹介される方がドキッてするかもしれない、うん、第一声どうするのみたいなでもあの結構司会のテンションに引っ張られて上がってくる、あのステージに出る、うん、あの子って多いじゃないですか、ね、だからやっぱり上げて紹介するっていうのは必要なので、うん、だよね、うん、私の場合はキーが上がるよね。そうそうそう、私の場合は 音量っていうよりもキーが上がっていくんだけど、さくらの場合は音量が上がるので増えるよね。そう、だからアーティストの子の一発目の音量っていうのもちょっと大きかったりとかするんですよ、うん、するよね、うん、なのでよく声出てるなとか、うんうん、ありますね。だからそれぞれのやっぱり司会の持ち味っていうものにも、ね、うんうん、やっぱり司会って大事で、うん、このライブの色の半分司会で決まっちゃうじゃないですか。そうなんですよね、なんとなくね。そうだから私も基本司会するときに体調悪いとか絶対言わないですし、うん、テンションはちょっと上げ目でやったりするんですけれども、うん、今回はあの私のアシスタントに入ってもらうということを紹介しないといけなかったので、うん、ちょっとすいません、今日ちょっとね体調が悪くて声の出が悪いのでさくらちゃんにアシスタントしていただきますっていう形で紹介をさせていただいたんですよ、うん、でもこれで FM ブルマの、うん、パーソナリティとかやってると、うん、司会の仕事が回ってくるっていう前例になりましたねそうですね、うん、うん、しかもこれ見てた、うん、あの結構いろんなプロデューサーの方とか番組やってる方とかが、はい、このティーンズ見に来るじゃないですか、うん、そしたらあこういうこともできるんだって分かるといいよね。そうなんです。だから今回は、うん、まあまあ終了してるから言ってもいいのかな、あの、うん、ヤマハ関係の方とか、うん、はい、某スタジオのオーナーさんとかも見に来てまして、はい、某番組やってる方とか、はい、いろんな方見に来ていただけるので、で、あ、こういう一面あるんだって分かるとそういうところで使ってもらえるからいいよね。そうなんですよ、うん、うん、いいな。私の場合も、うん、例えばオリジナルしか持ってないのかなとか、うん、あとバラード系だけかなとかっていうあのジャンル分けをするとそういう風になるんですけれども、うん、でも司会もしてるってなると、はい、じゃあこのイベントで司会もしながら、うん、じゃああのオリジナル歌ってもらおうかとか、うん、今日はこういう雰囲気だからちょっとカバー曲メインで歌ってくださいとかっていうオファーが来たりとか、うん、っていうのでいろんなことができるとそれによっていろんなお仕事が入ってくるので、来るので、うん、だからそうだね、そういう意味でも、うん、まあ、さくらちゃんはアーティストなんですけども、まあ、こういった MC もできるっていうところが、うん、出せてよかったのかなと、まあ、私は自画自賛しておりますけども、うん、でも本当に助かりました。だいたいあのこんな風になってくれたらいいなに近づいてる感じがしますね。お笑い系統と絡んでもいいんだけれども、うん、かっこよさはなくしてほしくないっていうところがあるので、そうですね、あの主となるものがどこなのか、うん、ロックなので、うんうんうん、いうものがねちゃんとあって、うん、それ以外をまあ、遊びではないんですけどそういったのもできるよっていうキャラ的なものでやっても面白いかなとは思うんですけどもね、うん、はい、うん、でもいい感じになったんだ、はい、はい、
なってますので、この放送ねちょっと聞きたいという方はですね、うん、はい、11月28日土曜日の夕方5時から、5時から、はい、FM うるまの方で放送させていただきます。はい、はい、ぜひレアなですね、さくらちゃんの MC ですとか、はいはい、で7組のアーティスト10代の、はい、の子たちも出ておりますので、ぜひぜひお聞きください。はいよ、はい、FM ルマの電波が入らない方はですね、うん、あの専用アプリがありまして、うん、あのリスンラジオもしくは FM テイフォア FM ウルマというねアプリがありますので、うん、アプリのところに行って、うん、まあ、ストアとかね、うん、行って FM ウルマって言うと、うん、専用アプリが出てくるんですよ。はい、ぜひそれね、あのスマートフォンをお持ちの方はダウンロードしていただいたり、うん、パソコンをお持ちの方はサイマルラジオと検索してね、はい、ぜひお聞きいただきたいなと思います。はいよ、はい、この間行われました第20回スーパーティーンズの放送は11月28日土曜日夕方5時からとなります。はいよ、はい、で28日29日と言いますとゆいゆいウォーク2015でございます。はい、こちらはですね、うん、28日土曜日は会場が金町のネイチャー未来館になりまして、はい、コースが3コース、5キロ、10キロ、20キロコースとなっております。はい、5キロ、10キロコースは金町の自然、うん、歴史に触れ合うコースということで、ターム畑ですとか、キンダムとか、はい、マングローブ、また金の深海地と呼ばれるタコライスの発祥の地、そして金の大川の方になりますね。はい、で20キロコースはギノザコースとなりまして、カンナビーチ、松田鍾乳洞、マングローブを通ってまいります。はい、日曜日はですね、うるま市具志川ドームが会場になりまして、コースは4コースございます。はい、5キロ、10キロ、20キロ、30キロコースとなっておりまして、はい、5キロコースはファミリーコースということで、うん、平坦な道が多いのでベビーカーなどを押しながら歩くことができますので、ご家族皆様で歩いていただきたいなと思います。はい、うん、また10キロコースの方はですね、うん、キムタカの活連城跡を巡るコースということで、通常活連城って上がって登ってくる、はい、同じルートで上がって登ってくる、うん、降りてくる、うん、コースなんですけども、うん、今回はですね、あの越えます、反対側に寄りますというルートになってます。あ、道はね、お城を越えるわけじゃないですよね。お城を越えます。え、はい、そんな通るんすか。通るんす、はい、反対側に寄ります、はい、通常とは違うちょっとコースの方になりますのでね、うん、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、で20キロコースの方が勝連半島と勝連城跡を巡るコースということで、うん、勝連城跡から製糖工場跡というところ行きまして、うん、テルマビーチを通って会場に戻ってまいります。はい、そして30キロコースがですね、カツレン城跡を通って海中道路を通ってテルマビーチを通ってまいります。はい、これがね、海風がねすごく気持ちよくて、景色もね、はい、もう海の上を歩いてる感じですので、足に自信のある方は30キロコース足と時間に自信のある方ですね。耐久力も、うん、まあでもあのマラソンやってる方はね、うん、少しスキップぐらいで走っていただくと 5,6 時間でつくかな。もう普通に歩いて、はい、はい、6時間ぐらい、6時間ぐらいかな、はい、あの1キロ5キロ5キロ1時間のペースっていう風にね、はい、よく言われますので、うん、まあそれぐらいかな、はい、うん、休みなしで6時間、まあ、結構大変かもしれない。はい、うん、はい、でもね結構あの、うん、そのロングコースを歩きたいという方がね、はい、いらっしゃいますね。結構子供でもね、うん、歩いてきたっていう人いますもんね。はい、はい、そしてですね、ただいま事前受付の方は終了したんですが、うん、窓口の方で前日まで受付をさせていただきます。うん、窓口がですね、はい、うん、うるま市の方はうるま市役所石川庁舎1階にあります、うるま市企業立地雇用推進課、うん、そして金町の方が金町役場2階の金町企画課、はい、宜野座村の方が宜野座村役場3階の宜野座村企画課となっております。はい、よ、で当日ですね、会場の方でも受付をいたしますので、うん、はいはい、参加したいなと思われている皆さん、各窓口もしくは当日会場にお越しいただきましてお申し込みください。はい、参加料金がですね、うん、大人1日参加で1000円、1000円、2日参加で1500円、1500円、はい、はい、子ども小中高生は1日参加で100円、100円、はい、で2日参加で200円、はい、幼稚園以下は無料となっております。2日参加しても無料、うん、はい、はい、ですのでね、うん、ぜひぜひ
ご家族皆様でご参加いただけたらなと思います。また会場の方ではですね、はい、ステージイベントも準備しておりまして、はい、歩かれた後にですね、体をクールダウンしながらステージぜひ楽しんでいただければなと思います、はいはい、土曜日の方は、うん、長渕剛さんのコピーをしております安渕剛さん、はい、そしてロックの石戸さくらさん、はい、私香織、うん、そして、豊か&前浜芳郎君、はい、となりまして、最後に抽選会が行われます、はい、で日曜日の方がですね、うん、うるま市の余興を3連覇に輝きましたけんけん体操クラブの皆さん、はいはい、そして石戸桜さん、はい、よ神谷千尋さん、はいはい、国場長英さん、うん、番城愛さん&前浜芳郎くんとなっておりまして、最後に抽選会を行います、はい、でウォーキング大会というのは終わりの時間というのがありませんので、うん、皆様が歩いてお戻りになるまでですね、会場の方で、うん、いろいろとイベントの方はやっておりますので、はいはい、ぜひぜひ皆さんご参加お待ちしております。これからでも間に合いますよ、はい、まあ、だいたいイベントは4時ぐらいに終わるんですけども、スタートが早いんですよね、うん、ネイチャー未来館は20キロコースで7時から8時まで受付、出発式が8時半、スタートは9時になってます。10キロメートルコースで受付が8時半から9時半、出発式は10時、スタートは10時半となっております。5キロコース近町ネイチャー未来館で、8時半から9時半まで受付、10時から出発式、スタートは11時となっております。すごい溜まってるね、ん、うん、なんか言いながらこうイントネーションが全然違うような気がする、はい、で、11月29日日曜日の横滑半島ルート会場は串川ドームになるんですけども、こちらは、受付時間はみんな一緒です。朝7時から7時半まで受付、出発式は7時半から、スタートの時間が少しずつ変わります。30キロコース8時から、で20キロコースは8時半、10キロコースは9時、5キロコースは9時半スタートとなっております。スタート時間はバラバラですが、受付と出発式は同じ時間ですので、お早めにお越しください。はい、よろしくお願いいたします、はいよ、はい、詳しくはですね、関金湾ウォーキングフェスタ実行委員会事務局、電話番号098-965-5611 965-5611 までお問い合わせください。またゆいゆいウォークのホームページもございます。ゆいゆいウォークと検索するとホームページ、そしてフェイスブックのページなども出てまいりますので、ぜひチェックしてみてください、はい、また事前登録いただいた皆様にはですね、ただ今、うん、引き換え証、ゼッケンの引き換え証と当日のイベント内容などが書かれました文書の方が発送されておりますので、はい、お手元に届くまでもう少しお待ちください、はいはい、それではここで1曲曲をお届けしたいと思います。はい、じゃこの曲でいいかな、はいはい、それではお届けをいたします。ジュニア&マリーのナンバーからパワーオブラブお届けいたします。
この番組は本田カーズ沖縄、沖縄そばと餃子の店向かい屋、福岡歯科医の提供でお送りしております。先ほどお送りしました曲はジュディ&マリーのナンバーからパワーオブラブをお届けいたしました。そしてこの番組はゆいまるラジオ FM うるま、周波数 FM86.8MHz と FM21 周波数 76.8MHz 2曲同時に放送しております。どうぞお聞きいただける周波数でお楽しみください。それではここでお天気予報をお伝えいたします。はいよ。沖縄地方向こう1週間は寒気や湿った気流の影響で曇りの日が多く、はいよ、期間の後半は雨の降る日があるでしょう。はい。また26日にかけまして、うん、気圧の傾きが大きくなり北寄りの風が強く吹く見込みです。はいよ。沖縄本島では強風や高波に十分注意してください。はいはい。最高気温最低気温はともに期間の前半は平年より低く寒いんだね、はいはい、期間の後半は平年より高い日が多いでしょう、はい、降水量は平年並みの見込みですということで、うん、明日26日木曜日はお天気曇り、降水確率は 20%、はい、最低気温は19度、うん、最高気温は21度でしょう。お27日金曜日は曇り、うん、曇り、降水確率 30%、はい、最低気温16度、16度、最高気温20度、20度、うん、ちょっと寒くなりますね。寒いね、うん、28日土曜日ゆいウォークの、ね、当日なんですけれども、お天気は晴れ時々曇り、はい、あ、だいぶ持ち直してきましたね。晴れが出てきましたね、はい、降水確率は 20%、 20%、最低気温は17度、うん、最高気温は23度でしょう。お、はい、歩きやすい気候かもしれないね。そうですね、はい、で29日日曜日、日曜日お天気は曇り、曇り、降水確率は 40%、 え、曇りなのに、うんうん、ちょっと高いですね、はいはい、最低気温は20度、最高気温は25度でしょう、うん、あ、暖かいじゃないですか、はい、ということなので、うん、ちょっと雨具、カッパとか傘とかタオルとか、うん、ちょっと準備してね着ていただいた方がいいかもしれません、はい、ずっと降ってるわけではなくて、まあ、ところどころもしかしたら、ね、はい、雨が降るかもしれませんね。じゃあ僕はそろそろポンチョを持って歩けばいいんですね。そうですね、後ろから見るとてるてる坊主に見えるやつですね、うんうんうん、カッパ、本当ですね、はい、歩きやすい格好で、そして、うん、雨が降ってもね、急に降っても大丈夫なように、うん、雨具などもご準備ください、はい、で、あのお帰りの時にね、靴とか結構ね、うん、濡れてたりとかするので、はい、あの車でいらっしゃってる方は車の中にあの履き替える靴とかね、サンダルとか、置いて、うん、スリッパとか、そうそうそう、結構ねいいですよ。はいよ。私もあの雨靴脱いで、うん、そこでサンダルに履き替えて車を運転したりするんですけども、うん、やっぱりちょっとすっきりしますのでね、足元がね、はい、濡れたりとかしてるとちょっと気持ち悪いのでね、はいはい、そういったものもご準備ください。はいよ。はい、で来週以降なんですけれども、月曜日が曇り、一時雨、うん、ほう、来週から雨が降ってくるんですね、はいはい、で最低気温が19度、うん、最高気温は24度でしょうということで、今週ちょっとですね、うん、金曜日にかけて寒くなりそうですね。はいよ。はい、もうこう事務所とかね、うん、放送スタジオの中がクーラーまだついてるじゃないですか、うんはい、そろそろねあのクーラーやめたいよね。そうですね、あの乾燥するんですよね、うん、喉がカサカサした感じになってるし、喉がカサカサしたり目がね、うん、コロコロしたりするので、うん、ちょっとねクーラー止めたいなと思いつつ、思いつつ、うん、やっぱり機材もありますのでね、うんうん、クーラーをかけておりますが、もうそろそろちょっと寒くなりそうですね、はい、うん、この半袖やめたいよね、うん、そろそろね。そうですね、うん、私も昨日一昨日とあのジャケット、半袖の上からジャケット羽織ってましたけれどもね、うん、はい、うん、皆さんも1枚余分にお持ちいただきたいと思います。はいよ。はい、ということでお天気情報をお伝えいたしました、うん、でも先週ね気になっていた台風の方はね、うん、沖縄本島には影響がないようでよかったですね。そうですね、ただちょっと風があったり、うん、暖かい空気がね送り込まれてきたりしてましたけども、うん、基本的には、うんうん、何の影響もないような感じ で、 そうです、ね、ただあの海のレジャーはねちょっと波が高くなったりしたり、うん、ね、はい、ちょっとうねりがあったりするので気をつけてください、はい、あのウォーキングには決して影響はないような気がしますので、うん、あのダイビングに沖縄に来る予定だった方、はい、歩いてみませんかと。そうですね、はい、ぜひぜひ陸上ですけど、はい、歩いていただければなと思います。当日参加も OK です。はいよ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あと路線バスの運行状況なんですけども、はい、11月28日土曜日、あの近町のネイチャー未来館へ、バスでのアクセスは77番名護東線、
那覇バスターミナル発で気仙原入り口で下車と、うん、で22番名護うるま線、うん、中部病院発で、気仙原入り口で下車するといいですよと、うん、で当日は気仙原入り口よりバス停より会場まで無料シャトルバスを運行しておりますのでそこでお待ちくださいってことですね、うん、なるほど。で車でいらっしゃる方は沖縄自動車道金インターうん、チェンジ、チェンジより車で約15分、うん、で会場周辺にも駐車場を準備しておりますのでそちらをご利用くださいということで会場と、大会会場裏にある漁港と、第二駐車場としては近町ベースボールスタジアム、うん、野球場のところにいっぱいあってそこからでも歩いても10分ぐらいですよね、はい、はい、があります。11月29日日曜日ですが、会場は具志川ドームうるま市ですね、はい、バスでのアクセスは27番やけな線、うん、はい、那覇バスターミナル発で、金湾で下車してください。80番与那城線与那城線かな那覇バスターミナル発金湾で下車してください。会場まで金湾バス停より歩いて約10分です、うん、車でのアクセスは沖縄自動車道沖縄北インターチェンジより車で約30分、うん、具志川ドーム周辺駐車場をご利用くださいとのことです。はい、はい、車とかね、うん、携帯をお持ちの方はナビでね、うるま市具志川ドームとかネイチャー未来館と入れればルートが出てくると思うんですけれども、はい、ちょっと自信のない方はですねぜひ地図ちょっとご覧いただきまして、うん、近町のネイチャー未来館はですね、はい、ここは気仙原入り口バス停を目印にちょっとルートを確認していただきたいと思います。今道もどんどん工事したり広くなったりしているんですけども、うん、はい、案内がねまだ行き届いてませんので、うん、ぜひナビとかきちんと地図は事前にちょっと調べておいていただけるといいですね。そうですね、具志川ドームはもう前からありますので、うん、結構行けば分かると思いますけどダメだねやっぱりな、はい、地域のね地図がちょっとわからない方はですね、うん、例えばうるま市消防署とか、はい、うるま警察署っていうのをねちょっとチェックしますと、うん、その近くに具志川ドームもしくは具志川運動公園とかいろいろあります、はい、そちらのね、はい、周辺の方まで来ると立て看板なども出ておりますので、はい、ぜひそちらを目印にねお越しいただければなと思います。はい、わからないことがありましたら、はい、まずは事務局の方にお電話お願いいたします。電話番号は 098-965-5611 098-965-5611 関金はウォーキングフェスタ実行委員会事務局までお問い合わせください。はい、よろしくお願いいたします。あと先ほどもありましたけども、うん、11月28日ネイチャー未来館、タイムスケジュールがあります。まず朝7時 20km コース受付開始、8時半には 20km コース出発式があります。で、10km と 5km の受付を開始いたします。9時には 20km コーススタート、10時には 10km と 5km の出発式、10時半には 10km コーススタートです。11時に 5km コーススタート、ステージイベントは1時頃からですね。まずは安土剛さんで伊佐藤さくらさん、香織豊エンド前原義郎さん、前浜ですね、前浜義郎さん、うん、あ、ダメですね、はい、で抽選会があります。ほぼ4時ぐらいにはほとんどのイベントが終わるとは思いますかな、はい。で11月29日日曜日ですが、会場は具志川ドーム、まあ、うるま市ですね、7時に全コースの受付を開始します。7時半全コースの出発式が行われます。8時に 30km コーススタート、8時半 20km コーススタート、9時 10km コーススタート、9時半 5km コーススタートとなっております。ステージイベントは11時からで、けんけん体操クラブ、伊佐藤さくら、神谷千尋、国場町営万丈愛エンド前浜吉郎で抽選会があります。はい、当日ですね、うん、両方とも会場の方でタコライ、うん、例えば土曜日でしたらタコライスをはじめ地元グルメ、例えばバーベキューとかも準備しております、はい、で20キロコースを歩かれる方は、うん、道の駅未来宜野座の方で沖縄そばとかおにぎりといったものを準備しておりますので、うん、こちらでお買い求めください。また29日日曜日具志川ドームはですね、うん、グルメを提供するキッチンカーが
ドームの方に会場内にしておりますので、はい、なんか5カ所ぐらいあるとかいう話を聞いてますよね。はい、様々なメニューがありますので、はい、ぜひぜひそちらもご利用ください。もちろん沿沿沿い道沿いにありますお店の方でね、うん、はい、食べられてもいいですし、結構ね、お買い物されてもいいですので、ゆいゆいですとか、このウォーキングフェスタって道草がね、うん、結構楽しいっていう方も多くて、はい、もうあの着慣れてる方は行くお店も大体決まってたり、そうですね、ここで買い物したいとかね、うん、そういう寄り道の場所もある程度決まってるみたいなので、はい、寄り道も楽しい、ウォーキングになってほしいなと思いますね、うん、はい。また大会当日の持ち物なんですけれども、うん、あのゼッケン引き換え証、はいはい、引き換え証ですね、うん、はい、で健康保険証の写し、はいはい、何かあった時にねすぐ病院に行けるようにということで、うん、あとマイカップとかドリンク、はいよ、うん、などですねお持ちいただきまして、うん、また帽子とか帽子、うん、雨具とか、うん、あった方がいいですね。お天気良くなるとね、はい、ちょっと木陰がない場所もありますので、はい、帽子雨具などもご準備ください、はい、またその他着替えなど必要なものは各自でご準備の上ご持参ください、うん、ということです、はいはい、またですね、うん、お申し込みをされてまだお手元にゼッケンの引き換え証が届いていないという方がいらっしゃいましたら、はい、事務局の方にお問い合わせください。当日ですね、その引き換え証がなくても、うん、手配ができるようにいたしますので、はいはい、事務局の方にご連絡ください、はい、電話番号は 098-965-5611 098-965-5611 こちらの方で対応させていただきますので、ぜひ皆様お問い合わせよろしくお願いいたします。はい、この番組って FM21 でも流れているので、はいはい、あそこは手だこウォーキングがあるのかな、はい、2月にございますね、はい、2月なので、うん、11月に試しに歩きに来ませんかということで、そうなんです、ぜひ、うん、ね、問い合わせがあったんですよ、はい、うるま市以外なんですけど参加いいですか、うん、とか、もちろんです、県外からもいらっしゃいますのでって言ってるんですけど、はい、あ、すいません、沖縄市なんですけどっていうお問い合わせがありましたので、はい、ウェルカムです、はい、ぜひどこの方でもウェルカムでございます、はい、いただきたいので、はい、どちらかというと市外の方を、うん、はい、そうですね、ぜひこのうるま市近町宜野座村という、ね、うん、地域を知っていただくためにもですね、はい、このウォーキングに参加していただければなと思います、うん、ついでにね、アパートとか住むとことか見つけてもらうとかね、うん、あら、こんな高台だったとか、うん、実はこのコースちょっと試し歩きしてみたらびっくりしたんですよ、うん、カツレンとかうるま市ってこんなに海が見える場所あるのと。そうなんですよね、びっくりするよね、うん、歩いてる時に道から突然海が開ける、うん、こんな高台なのにとか、そう、地図上ではわからない感動がありますよね。でこれが金湾なんですけど、うん、ちょっとカツレン城市の反対側行ったら、うん、合わせが見えるんですよ、うん、中城湾、中城湾なんです、うん、違う海みたいなことがあってまあ海は一緒ですけど ね、方向が違うという、ね、でも時々鳥肌立つよ、びっくりするよ。そうですよね、両方見えるとちょっとびっくりしますし ね、うん、で海から上がってくる浅いが好きな方と、はい、まあ、海は明るければいいやって南向きに海があった方がいいやみたいな、うん、とこだと歩いてると探せるよね。そうですね、車だとなかなか気づかないところも、なかなかね、気づかないけども歩いてると分かるよね、うん、ありますね。製糖工場跡地なんか本当に南向きの綺麗な海が見えるよね、うん、歩かないと分かんないです、はい、ぜひ歩いてみてください、はい、しかもですね、うん、まだあるんですか。はい、なんと鹿の肉がある。しかも、はい、サッカーの元日本代表選手、うん、高原さんも、はい、ウォーキングに参加されるということなので、はい、ぜひサッカー興味のある皆さん、またサッカーファンの皆さん、うん、そうでない方もですね、はい、ぜひ高原選手に会いに来ていただければなと思います、うん、はい、うん、本当ですね、うん、なかなかね、色紙たくさん持ってきた方がいいかもしれないですね、うんうん、はい、本当ですね、サインくださいと、ね、はい、私たちもちょっと、ね、欲しいなと思いながら、うん、で私もですね、うん、ゆいウォーク両日司会をさせていただきます。あれ、歌も歌うじゃないですか、はい、土曜日は歌も歌わせていただきますし、はい、司会は伊波大志さんと、うん、はい、闘牛実況アナウンサー伊波大志さんと行わせていただきます、はい、日曜日はですね、うん、FM ブルマのパーソナリティ DJ 兄貴さんと一緒にさせていただきます。はい、はい、ぜひこちらもね、うん、私に会いにでもいいです、ぜひ来ていただきたいと思います。あとね、FM ブルマブースも作るっていうか、まあ、中継するんですね、生放送でね、はい、うん、そこには天眼明くんとかね、はい、はい、放送陣も待機しております、はい、山城隼人くんもおります、うん、
ただね、うん、会場じゃないとわからないっていうものもたくさんあると思いますので、はい、ぜひ、うん、会場でねお楽しみいただければなと思います。そう、遊びに来ていただけるとありがたいですね。はい、はい、あのね、石川ライオンズクラブも参加するんですが、はい、ありがとうございます。はい、皆さん5キロなんですよ、うん、なんでって聞いたら、うん、5からゴルフ行くってすごい ね、 元気ですよね。ウォーキングした後にゴルフ行くのあんたたちみたいな感じだったんですけどね、うん、はい、はい、すごいですね。いや、もともとねゴルフが入ってたところに、うん、あのウォーキング大会お願いをしたっていうのが あるんでね、はい、そうなんです、うん、もう本当に心よくね、じゃ あの参加しようかなって言ってくださって本当にありがとうございます。ぜひぜひ皆さん、うん、あの楽しくですね、うん、歩いていただいてこの関金湾という地域をですね、はい、知っていただければなと思います。はい、はい、あの本当に移住したいなとか、うるま市ってどんなところとかね、うん、近所ってどんな感じっていうのは、うん、歩くと分かるので、はい、ぜひあのその角角つじつじで眺めとかを見ながら歩いてもらいたいなと思います、うん、そうですね、うん、でまた沖縄マーチングリーグ公認大会となっておりまして、うん、この沖縄のマーチングリーグで4大大会と呼ばれる大会の第1陣がユイウォークとなります、はい、で12月は名護になりまして、うん、1月は久米島、久米島、そして2月は手だこ、手だこ、はい、プラスアイとなっております、はい、でその地域の皆さんが PR のためにこのユイウォークにも参りますので、うん、はいはい、ぜひその地域の皆さんもですね、自分たちの PR も兼ねながら、うん、ぜひぜひこの地域歩いていただきたいなと思います、はい、ユイウォーク2015今週末でございます。11月28日土曜日、29日日曜日に行いますので、うん、ぜひ皆さんご参加お待ちしております。はい、はい、事前受付の方は終了しましたが、窓口の方では前日まで受付をいたします、はい、また会場の方では当日受付も行いますので、はい、ぜひ皆様ご参加ください。そうですね、小中高校生は100円玉を握り、うん、締めて来ていただければ大丈夫ですし、大人の方は1000円ですね、はい、当日も、はいはい、あと、そこで用意する食事などはだいたいワイコインを500円を目指しているみたいなので、それぐらいで大丈夫じゃないかなとは思います。はい、はい、で幼稚園生以下は無料となっておりますので、うん、じゃあ子供は手ぶらで、手ぶらでというか、まあ、帽子とか、まあ、親子、はいはい、そしてね3台4台と水筒とか、うん、お菓子を持ってきていただいて、バナナはお菓子っていう質問はなしで、はい、大丈夫です、はい、おやつでも大丈夫です。でもね、はい、確かにね、あのちょっと塩分チャージのお菓子とかね、うん、少し持ってるといいよね。あの歩いてる時に時々あの沖縄のおばあちゃんみたいな人、うん、おばちゃんがいるのね、ちゃんと、はい、大阪風とか、うん、キャンディー食べるみたいなね、配ってくれる方がいるんですけども、うん、あの時あるなんかありがたいよね、歩いてる時って。そうですね、うんうん、結構あのちょこっと食べれるもの、うん、舐めてるとかね、黒糖とか飴玉とか、うん、はい、そういったものね結構いいのでね。あとね、水も結構飲むよね。飲みますね。2本飲みましたね。僕2本飲みましたね、うん、私も10キロ歩いて2本飲みました、うん、なので、予備も含めちょっと水も用意しておくと、うん、あのいいですよね、うん、あとタオルとかね、はい、はい、お着替えとかもね、うん、はい、各地で着替えまで、うん、ほー、あの歩き終わった後やっぱり着替えた方がいいですので、それは車とかに置いててもいいですし、うんうん、会場にねちょっと置いててもいいかもしれませんが、はい、まあ、簡単なものは持っていた方がいいですね。そうですね、うん、はい、あとリュックとかは斜め掛けのカバンか、あのリュックサックの方が、はいはい、あの手ぶらで歩きやすいですので、うん、そうよね、手は上げた方がいいよね、うん、で去年とか一昨年のユイウォークとか他のウォーキングフェスタ、マーチング、はい、で歩かれてる方を見た時に結構リュックみたいな方多いですよね、うん、そうですね、やっぱりその方がいいですね。来た時には3分の1も入ってなくて、うん、なんでこんな大きいの持ってるんだろうと思ってたら、うん、本当に大根買っていく人がいて葉っぱがね、うん、出てますよね、うん、リュックサックの後ろから葉っぱ出てるけど ここまでみたいな人がいたり、うん、結構ここでいつも3本買ってるからって3本いると思ったら今年大きくて2本しか入らんかったとか、ね、でもそういった出会いもあるかもしれませんし、はい、会場の方では特産品などもね、うん、販売をいたしますので、はい、ただ今回このユイウォーク、前回までは3月だったのが11月に5ヶ月も早送りになっちゃいましたので、うん、前までとちょっと寒さとかね、うん、そういう対策が違ってくるかもしれません、はい、ただ歩きやすくなったような気がしますよ ね、 そうですね、11月の方が季節がねすごくいい季節ですので、うん、はい、はい、ぜひ皆さんご参加お待ちしております。はい、よろしくお願いします、はい、それでは一旦ここで CM です。
この番組は本田カーズ沖縄、沖縄そばと餃子の店向かい屋、福岡市会員の提供でお送りしております。あっという間にエディングのお時間が近づいてまいりました。いよいよ今週末となっております。11月28日土曜日、29日日曜日、第8回ゆいゆいウォーク2015が開催されます。土曜日は会場が金町ネイチャー未来館、日曜日はうるま市ぐしかわドームとなっております。ぜひぜひまだまだ参加者募集しておりますので、皆様歩きに来てください。よろしくお願いいたします。参加料金は大人1日参加で1000円、2日参加で1500円、小中高生は1日参加100円、2日参加200円、幼稚園生以下は無料となっております。詳しくは関金湾ウォーキングフェスタ実行委員会事務局、電話番号 098-965-5611、 もしくはゆいゆいウォークと検索をしていただきまして、ホームページなどをご覧ください。よろしくお願いいたします。もちろん雨天決行となっておりますので、雨が降ってもやります。はい、はい、なので皆さん雨具などご準備していただいてお越しいただきたいと思います。はいはい、当日ね、キリンさんも私も会場の方におりますのでね、うん、はい、はい、僕は歩くかもしれないですよ、5キロとか、大丈夫かな、責任者だから歩くなって言われるのかな。はい、ダメだと思います。あら、歩きたいなと思ってたんですけどね。はい、じゃあスキップで行って、スキップで帰ってきていただきたい、はい、途中まで行って帰ってくると同じ5キロだったりしてねかもしれませんね、うん、はい、ということで、はい、皆様まだまだ募集しております。11月28日土曜日、29日日曜日、第8回ゆいゆいウォークのお知らせでした。はい、はい、ご参加お待ちしております。はい、はい、ということで、今週もあっという間にエンディングの時間です。キリンさん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後にお届けする曲は私香織の曲で、声が聞きたいをお届けしながら皆さんとお別れしたいと思います。それでは来週のこの時間まで、さようなら。さようなら。